ちょっと小さめのお猿さん、小猿です。小さくてもちゃんとあぐらをかいて座ったり、棚のへりとかにも座れます。お母さん猿は仲良し猿の女の子のお猿さんの作り方のビデオを見て作ってください。用意するものはルームとかぎ針とお好きな色のゴム99本、肌色24本、目になるゴム2本です。ルームはこのようにセットしてください。まず尻尾から作っていきます。色のゴム1本を二重にして、1,2,3,4,5 番目のピンから8本かけていきます。そうしたら、この最後のピンにゴム1本を40に巻きつけます。1,2,3,40に巻きつけてください。そうしたら、このかぎ針を穴の中に入れて、この前のゴムを割り出して上にかけます。このままずっと上まで編んでいってください。ルームから外して、これは仮に取っておきます。ゴムは2本ずつです。まず真ん中に2本。その下にも2本かけて、ここからここのピンに2本、また2本をここにかけて、こちら側も同じように2本。2本
かけて、今度は肌色のゴムを2本、ここからここのピンにかけて、肌色のゴム2本をここからここにかけて、最後に肌色のゴム2本を真ん中にかけます。色のゴム1本を横に1本、肌色のゴムを1本かけます。耳を作ります。色のゴム1本をかぎ針に40に巻いて、肌色のゴム1本と色のゴム2本合計3本を通します。また色のゴム1本取って、これを全部通します。そして耳はこことここのピンに、この今かけた1本のゴムを左右ここにかけます。反対側も同じように、色のゴム1本を40に巻きつけて、肌色のゴム1本と色のゴム2本合計3本を通して、色のゴム1本に通します。この左右のゴムをこことここにかけます。目を作ります。黒いゴム1本を40に巻きつけて、もう1本も40に巻きつけて、色のゴム1本に通します。これをこことここにかけて、目を左右に割って、この真ん中にかぎ針を入れて1本上にかけます。口は後から作ります。また2本ずつここに真ん中にかけていきます。3回かけたら、先ほど作っておいた尻尾をかぎ針に取って、色のゴム2本に
通してこことここのピンにかけます。尻尾は上向きになるようにここに入れてください。尻尾が下向きになっているとお猿さんがよく座れません。また2本取ってここからここにかけます。こちら側も斜めに2本かけて、2本2本2本斜めにかけて、こちら側も同じように2本2本また2本を斜めにかけて、ゴム1本を ここと、もう1本ここにかけて、ここにゴム1本を三重にかけます。腕と足を作ります。肌色のゴム1本をかぎ針に三重に巻いて、肌色のゴム2本を通します。色のゴムを2本ずつ1回2回3回4回4個色のゴムで鎖編みをします。これは後でつけますので下の方に取っといてください。もう片方の腕も同じように肌色のゴムをかぎ針に三重に巻いて、肌色のゴム2本を通して色のゴムを2本ずつ1回2回3回4回通して、これも仮留めしておきます。足を作ります。肌色のゴム1本を三重に巻きつけて、肌色のゴム2本を通して色のゴムを2本ずつ
回。2回通したら、この左右に2本ずつゴムを通していきます。2本を指にかけておいて、こちら側の2本を仮に外して持っていて、こちら側に2本入れて、これをまたかぎ針に戻して、ここにまた2本、こちら側に通します。また2本で、これを全部取って、もう2本で通します。これをこことここのピンにかけます。反対側も同じように、肌色のゴムを三重に巻きつけて、肌色のゴム2本を通して、色のゴム2本を1回、2回通したら、ゴム2本を指に持っていて、こちら側の片側2本を仮に外して、こちら側に2本かけて、この2本にまた2本を通します。2本に全部通してまた2本通します。これをこことここのピンにかけます。これで編んでいきます。このピンの中にかぎ針を通して刺して、このゴムを外します。そして、ここにかけます。こちら側のゴムも穴から取って、かけます。残っている真ん中のゴムも取って上にかけます。この足を内側に倒して、このゴムを2本をこの穴から全部のゴムを避けて上にかけます。ここで先ほど作っておいた腕を
かぎ針に仮にかけて、このゴムを取って、これを腕を通して、ここにかけます。この斜めのゴムを ここにかけます。こちら側も同じように足を内側に倒してこの2本をこの穴から全部のゴムをよけて取ってかけます。先ほど作っておいた腕をかぎ針にかけて、このゴムをこの穴から全部のゴムをよけて外して腕を通してかけます。このゴムをこの穴から取ってここにかけます。真ん中のゴムをこの穴から取ってかけます。このゴムを取ってかけます。このゴムをここはちょっときついのでゴムを緩めてから取ってでかけます。このゴムもとって上にかけます。ここまで来たら口を作ります。色の、肌色のゴムをかぎ針に42、もう一本も40にかけたら肌色のゴム1本でこれを通してこことここのピンにかけます。こちら側のゴムを取ってここにかけて、このゴムも取ってここにかけます。このゴムを全部のゴムをよけてかけます。この斜めのゴムも中から取って上にかけます。こちら側も同じように真ん中も
ここにゴム一本をこの穴に通して、止めます。ここに無理に真ん中に持っていかないで、ここに仮止めして、ルームから外してから動かします。これでルームから外していきます。止めたゴムを動かして真ん中に来るようにして、きつく止めたら後ろに隠します。形を整えていきます。足を引っ張り出して、これで小猿の完成です。この親子猿はパールとグレーのゴムで作りました。後ろを見るとわかると思いますが、今作った小猿は色を縦に2本ずつ2回入れてますが、こちらは一度だけ、真ん中をグレーにして、この顎の部分は、こちらは全部パールで、真ん中の顎の口の部分は肌色を入れずに、このようにグレーを入れてます。お母さんザルも比べてみるとわかると思います。お父さんザルも作って、こんな風にファミリーにしてみるのもいいと思います。お父さんザルは見ざる、聞かざる、言わざるの3円のビデオを見て作ってください。
小猿を作ってみてください。